はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、デュエルストカップが、予選始まっておりますけれども、皆さんファーストステージは突破されましたでしょうか。まあファーストステージはね、結構ランク前よりもレベルが低いとか言われてて、なんか意外と難易度は低いと思うんですが、いや僕結構苦労しましたけどねレベル19体めっちゃ強くて、なんか死ぬほど苦労しましたけど、今回はデュエルストカップの、2023オクトーバー、これファーストステージ突破したデッキをご紹介していこうと思ってまして、これ何かっていうと、スキアクローです。はい、診断でね強化されたテーマの中でね、一番やっぱかっこよくて、好きなんですよこのテーマが。はい、で一回ねご紹介したスキアクシャデッキは結構クシャトリラ要素が強めだったんですよね。クシャトリラユニコーンとか入ってて、エクシーズ展開もするっていう感じのデッキの構築だったんですけども、今回はスキアクローにがっつり寄せてまして、まあ、スキアクローガン詰めです。はい、アストラ、ベロネア、アクロアっていうこのレベル3のモンスターたちね、この辺のモンスターたちを、まあ、がっつり積んで、ライフハートもがっつり積んで、まあ、スキアクローの展開に寄せていくと、まあ、だからトライフハートも3枚ぐらい入ってますし、はい、こういう感じで攻めていく、これがエースですね。もうアクセスとか出しません、トライフハートで攻めていきます。でギミックとしてちょっと追加したギミックがあって、多分ね普通のギミックって多分ねこの辺のねモーニングスターとか、まあ、ゼロデイとか、この、ヒロキコールとか入ってないと思うんですけど、これなんで入れているかっていうと、これ展開で使うんですけど、ちょっとね、先行展開若干弱いですね、スキアクローって。イメージとしてはトライヒカートは出るんだけど、トライヒカート自体が妨害持ってるわけじゃなくて、次のターンの準備をする感じなんで、まあ、一応、守備表示モンスターが発動し効果を受けないとか、全部守備表示になるとか、そういう効果はあるんだけど、リンクモンスターとかには普通に破壊されるし、まあ、妨害としてちょっと頼りないんですよね。まあ、一応今回、ツイン層が追加されて、まあ、そこで妨害できるようにはなってるし、クラッシュもあるから、一応無効にしたりはできるとは思うんですけど、ちょっとそこまでね、展開するのに余裕がないんですよ、スキアクローって。結構やっぱライヒハートのサーチをノバに逆らないといけないっていうところがありましてね。じゃあどうするかって話なんですけども、レベル3がめっちゃ並ぶので、インボーカーが出せるんですね。あ、これ、高校枕にちなみに、非常に、重宝するフォーチュンチュンとかも出せるんで、これ結構、フォーチュンチュンから、ダウナードアゼウスみたいな動き結構できるんですけど、このね、先行で使うのはインボーカー。で、インボーカーレベル3、2体で出せて、まあ、だからスキャクロー下級2体で出せると。で、インボーカーから出してくるモンスターが、戦士か、重戦士の地属性レベル4なんで、今回これでですね、このモーニング、スターっていう、こいつを出していきますと。で、モーニングスターが特殊召喚に成功すると、ヒロイクマホトラップカードをサーチできるんで、これでヒロイクコールっていう、このカードですね。これをサーチしてきて。で、これ何が起きるかっていうとですね、ヒロイクコールが手札墓地から、戦士族を特殊召喚するっていう効果になってまして、しかも、このモーニングスターも戦士族が2体いると特殊召喚できるっていう、まあ、だから引いてもそこそこ仕事するんですよ。まあ、一応、ゴミじゃあゴミではあるんですよ。引きたくないカードではあるんですけど、デッキの中のね。ただ、まあ、敷いてもそこそこ仕事はできるっていう感じで。で、インボーカーがね、レベル3、2体が、モンスター3体分になります。つまり、モーニングコールからの、モーニングコールじゃねえ、モーニングスターからのヒロイクコールで、創生できるんで。ヒロイクコールからのモーニングスターをね。だからこいつが2回仕事するから。なので、モンスターが横にめちゃくちゃ並ぶんですよ。そうすると、リンク値を相当稼げまして、で、しかもトライキハートのリンクが3なんですね。だから、トライキハートのリンク先に、ゼロデイムーブってわかりますか、ね、皆さん。コードブレイカー、ウイルスソードマン、それからコードブレイカー、ウイルスバーサーカー、それから、コードブレイカーゼロデイっていう。まあ、この原作では草薙さんが多分使ってたカードなんですけども、これをぶち込むと2体のモンスターがいきなりリンク6分になるんですよ。ウルスバーサーカーと、ソードマンとゼロデイになるんで、これをねトライヒカードの下で使いまして、トロイメアグリフォンも横に添える、横っていうか下に添えるっていう感じにしました。これね、まあ、一応理由があって、参戦の5とか参戦の際みたいなカードが、まあ、結構最近飛んでくることが多いじゃないですか。だからね、あんまりね、その効果を発動して妨害するようなカードって結構裏目踏んじゃうんですよ。例えばバロネスみたいな。これとかって効果発動して無効にするから、なんか相手が参戦の5とか参戦の際持ってると発動されちゃうんですね。だけどトライヒカードとかトロイメアグリフォンって永続効果での妨害になってるんで、これ参戦の際踏まないんですね。はい。で、しかも、ストライヒハートとかの妨害はツイン層になるっていうことで、なんかね、意外と参戦の際踏まずに、相手を妨害してくれるっていう意味で、結構この盤面が強いなと、思って、こうしました。で、高校まくりは、さっき言ったように、トライヒハートでぶん殴るか、アーゼウスでぶ、流すかみたいな感じになるんで、こいつ結構強いんだよね。
これ効果の対象にならないっていうことで、これね、あの要はバグースカが攻撃表示でぶん殴ってくるみたいな感じ。結構しかもバグースカは戦闘で破壊されちゃうけど、こっち戦闘で効果で破壊される場合、なんかあの素材取り除くっていう効果もあるから、でこれアーゼルスの下敷きとしてすごい優秀なんですよ。なんで、スキャクローはこいつがいるんで、意外と高校バックにも、まあ、得意というところで、これ使ってます。はい。まあ、あとは、スキャクローデッキですね、基本的には。まあ、ちょっと環境に合わせて、まあ、ラビリンスとか小悪魔殺してと思って、レッドリブート2枚とか、まあ、撃ったら勝てるんでね。撃ったら勝てるんで、とか、あとはまあ、参戦の際で、相手のマクシャトリラ展開を、まあ、パクって、アライズ・アーゼウスみたいなのを通したりとか、まあ、そういう感じで、一応高校はまくっていこうかなという感じですね。はい。まあ、非常にね、楽しいデッキではあるので、ぜひね、気に入ったら組んでみてください。ちょっとこの辺のゴミがめっちゃ来るのが気になりますけど、特にゼロデイ君は、めっちゃ手札に来ます。はい。これだけ注意。デュエル。スタンバイ。反動割と強いな。まあ、ちょっと増字弾けねえけどな、これ。ベロベロベロネア召喚。いけそう。なんもない来た、これあと2ビルだけだな。ちなみに、一応、スキアクロー君結構誘発全部踏みまして、まあ、ウララも、ゾウジーも結構きついですし、まあ、ウララは感じできることありますけどね、うちの方によっては。はい。まあ、ウララなさそう。じゃあ、先行展開通るんじゃねえか。まあ、あと2ビルだけっすね。まあ、包容もまあまあ効きますし、なんかね、なんだかんだね、全誘発効くんですけど、普通に。まあ、一応、なんもないと結構やばい盤面できますよ、これ。ビサマがね。出せるときは結構やばいですよ。で、ライトハート爆破して、ビサマ出すと。で、ライトハート蘇生。これビサマやると特殊感できる。墓地からね。はい。で、守備表示モンスターが、3体いると、このライヒハートくんが、なんかサーチ&ワンドローっていうガチでやばい効果ありまして、これがね、強いんですよね。これノバか。これノバやな。ツインソーでもいけそうだけどこれ。あー、かぶったな。まぁ、あ、ちょっと、1体でもう一回リンクしまして、ライトハート。こちらに、サーチ耐えてないんで、何回でも打てるということで、まあインチキ効果でもう一回サーチ、まあこれ次のターンに使っていく感じですね。ライフオビアはちなみに耐えちゃいます。一応さすがに。もう耐え値結構ないんですけどね、意外とスキアクローって。で、ここレベル32体で、インボーカーバチコリとかまして、陰謀から出すモンスター何が一番強いかという話なんですけども、なんかね、前はね、純熱指示使ってたんですよね。今はこのモーニングスターっていうのがメインデッキの中にゴミ入っちゃうんですけど、まあ結構強いなと思っていて、これなんでかっていうと、陰謀カーを出すことによってモンスターがだから3体分になれるからですね。はい。普通に1アード稼げるんで、モーニングスターから。まあちょっとゴミをいっぱい入れなきゃいけないっていうのはちょっと若干あれだけど。はい、あとランク4が作れるっていうのもいいかもしれない。結構で、ヒロイックコールを、爆発させまして、でヒロイックコールでこの、まあ、シーズンだったら何でもちなみに蘇生できるんですけど、これもう一回モーニングスター。ロンゴミ君がいなくなったからね、多分ヒロイックデッキ多分使う人結構困ってんじゃないかなと思うんですけども、まあ、出張パーツとして非常に優秀なので、まあ、インボーカーを出すデッキで結構モーニングスターは活躍してくれるんじゃないかなと思っています。で、ここのウィルス、ソードマンとバーサーカームーブで、モンスター2体をリンク6分に変換するっていうガチヤバ効果がありまして、モンスター2体からなぞリンクが、6まで伸びるというね。これよくクソデッキで、僕使っていたことあるかなと思うんですけども、このムーブ使いまして、で一旦バロネスを作ります。あまりにも遅すぎる2ビルケアをして、あまりにも遅い2ビルケアね、これで、これレッドリブートだな。で、グリフォン。ちょっとね、スキアクローってね、弱いんだよね、先行制圧がやっぱ正直。なんで、ちょっとグリフォンで蓋するっていう構築に、効果してまして、で、レッドリブートぶん投げて、まあ、レッドリブートでいっか。で、レッドリブートを再セットして、これ1枚ドロー入るんで、一応、参戦か。今いらないな。今いらないわ。これね、スケックしちゃったからね、正直、多分ツインソー、あ、でもツインソーとレベル3に並ばねえ、並ばねえな。まあ、これでエンド。で、これ手札が、1枚も消費しないのに盤面がこうなっているっていう。これが、まあ、一応理想先行展開。まあ、ここにちょっと強いとスキアクローのツインソーがセットされてるんで、また後鳥羽アタックあるみたいな。無限包容。いやー、参戦の5、参戦の際飛んでくるんですよね。これリブート打っちゃっていいかな。
ちょっとね、極限までモンスター効果使わないようにしてまして、盤面的にこれちょっとリムトしましょう。参戦の5、参戦の3みんな積んでるから最近ね。だから結構裏目なんだよ。だから今回もスケアクロー、トライキハートとグリフォンにしてて、これ両方ともモンスターの効果発動する効果じゃないですよね。だからこの盤面って結構相手積んではいるんですけど、あのリンク状態じゃなくて効果発動できないんで、ただこっちからモンスター効果発動することはないから、参戦の5とか参戦の3踏まないっていう、まあ一応あの利点はあるんですよ。無限保養か、オッケー。わかんねえな、今のところデッキ、今のところのデッキわかんない。ただグリフォンがいるんで、あーなるほど、あ、多分クシャトリラーだなこれ、おそらくクシャトリラー。これ通常召喚だから効果発動できちゃうんですよね。まあ言うてね、この盤面作るとまあそこそこ積んではくれることが意外とあるんだが、ただ一個やばいやつがクシャトリラーデッキにはいまして、でね、唯一やばいのが、いや相手分かってるか知らんけど、これスケアクロークショトリラってやつが一番やばくて、あいつ2600あるんですよね。しかも守備表示殴れるっていう、トライカートって全部守備表示になるんですけど、なんかスケアクロークショトリラ君守備表示殴れるっていう効果あるんで、ちょっとね、それが一番やばい。相手が気づいていた場合は結構やばいかもしんない、もしかしたら。なんであのパライゾス、そう考えるとパライゾス止めてもよかったか。だいたい返せないんだよな、この盤面作ると意外と。そうでもなかったりする、気づいてる。あれこれ気づいてる、やばい。じゃもうバロネスさすがに使うか。参戦って言われたらちょっと裏目あるんですけどね、バロネス君。いやもうさすがに合同は止めざるを得ないよな、合同は止めざるを得ない。まあ多分ね、全部しょられることないから、まあ、こっちも手札5枚あるんでね、返しに行けると思うんですけど、もしこの盤面返されても。さあ、ゴードンが、危ねえ。お前、危ねえ。いや、でも、スキアクロクショトリラーはいい選択だったと思いますよ。やべえ、マジで。デュエリストレベル19体強すぎなんだが。なんか、デュエリストカップでこんな難かったっけ。なんかさ、いつもさ、結構割とスッと上がってるイメージあったんだけど、なんかレベル19体クソ負けてる。ピュアリー、はい。デュエリストレベル19まではめちゃくちゃなんか順調に進んでたんですけど、普通に19、さっき、ちなみにさっき降格しました。ええ、さっき降格しました私。一応今頑張ってレベル19に戻しましたけどね。こっからが魔行なんですよ、なんか知んないけど。皆さんもうデュエリストカップは達成しましたでしょうか、レベル、あのデュエルマ、デュエリストレベルマックス。これ19がなんか異常に強いんだけど、これ俺だけか。さすがにさ、まあでも多分さ、これマイフレンドじゃないですか。まあリリーで持ってくるのなんて、100発100中で多分マイフレンドだと思うんですよ。だからマイフレンド止めればいいんじゃないかっていう説ありますよね。はい。まあ、ちょっとそれで止まんなかったらもう本当に、まあお通夜みたいになるんですけど、まあ、本当サタンクロース系、サタンクロース引けるかげみたいになるんですけど、はい。ピュアリーマイフレンズ。マイフレンズで、これを、まあちょっと裏出しましょう。で、ここで相手があとは速攻魔法をどんぐらいあるかっていう。で、1枚がシャドールなんで、まあ、あと、まあ、2枚ですね、手札。まあ、2枚が速攻魔法で両方ともピアリーが調教成功すると、さすがに負けというところも見えますが。さあ、2体で、姫宮やばい、これ、事故ってんじゃねえか、これ、ワンチャン止まる、これ出すけど止まるってん、あの、多分あの、地獄なんだよ、これ多分。デリシャスもないし。これ多分ね、これちょっと事故ってんだよね。え、遠隔魔術、やばすぎ。マジカライズフュージョン、うわシャドールじゃんこれ、え、マジ。え、マジ、え、これもしかしてあれですか、ミドラーシュ出てくるやつ、ミドラきつくね、うわキメ、ミドラきつくね。え、これしかも効果で破壊できんから、ツインソーでも破壊できんやん、やばすぎ。ミド、うわお前遅えな、ミドラーシュとかいう絶対高校のトップドローを増殖するうちになるのなんな。いやさすがにさ、これツインスを持ってくるしかまあ道はないんだが、まあこれ通る、なるほど。ツインスもなんか意味ねえ気がすんな、なんかぶっちゃけ。どないしよう、ミドラーシュがうざすぎるも件について。いや、なんとかならねえかな、これ、まあ、とりあえずこれ、ぶん殴るし、まあ、結局、ツインソーもね、ミドラーシュは抜けないんだよな、別に。
ちょっと次の準備だけしとくわ。次の準備だけしといて、で、まあスライフォビアサーチしたい。で、誘発とか投げてくれるんだったらそれはそれでいい。投げない。これずっとチェイシャルのなんだこれ、わかんねえな。リープだったらチェーンしないからリープじゃないんだよね、あのセカード。まあ法要とかはありえるね、普通に法要とかは全然ありえる。まあさっき使わなかったことも、あるしな。で、まあ、それはさすがにゆらら打つしかない。で、相手をこれ増殖する、あ、増殖じゃない、速攻魔法打ったところでミドラッシュいるから、ミドラッシュどかさないと多分これ特殊ができないでしょ。相手も自分で自分の首絞めてるっちゃ絞めてんだよな、一応。まあ、ただ俺もサタンクロスゲーではあるんだけど、はい。打点2200を先頭で突破したい。まあ、フェンリルだな。もうフェンリルしかねえ。いや、これ結構あるぞ。パライゾス、フェンリル2枚、サタンクロス2枚あるから、まあ、割と回答入ってる。デッキの中に。ちょ、そろそろ、回答をください。翼をください。来た。神だろう。あ。増殖する G、まあ、ガンマ入ってないけど、このデッキにガンマケアを怠ってるやつに負けるわけいかないな。ライフォビア発動。え、これどうしよう。え、どうしたらいい。これもうぶっ殺していった方がいいかな。これちょ、一回この盤面どうするかちょっと5時間考えていい。いや、男なら行くっしょ。あれ多分ね、無限効用だと思うんだよね、あの伏せカード。男なら行くべきだと思うんだよ俺。で、召喚からでいいな。召喚、こっちからか、こっちからか、こっちから行って、で、こうするだろう。で、除外でだ。無限紅葉はちょっと打たせたいですね、できれば。で、ここ絶対打つでしょ、これ絶対打つんですよ、無限紅葉で。月明のライト、ライヒハートで効果発動で1枚サーチながらドロー。あーだよね、そうだよね、まあそうだよ、そうだよね、はい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 、オッケー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 。いや、こんなに集中してデュエルすることないね今まで。マジでレベル19体が負けをすぎて、いつもクソ適当にやってるんですけど、割と今集中してます。で、これは無限紅葉をケアしたいので、多分ね、これ破壊するの最後でよくて、あとはですね、いや、バロネス出してる暇ないよなこれ。まあ一旦リンクしていいか。リンクする意味あんのか。まあでも一応あるか。まあ、ライトハート召喚で効果発動。いや、あのデッキね、2ビル入ってるイメージはないんだよね。だからね、多分ね、入ってるとしても多分裏ら増時、まあ無限法よ。まあガンマ入ってる人もいるけど、まあ多分ガンマ今打てないじゃないですか。だから多分ね、結構ね、貫通できると俺は読んでいる。ノバ効果これ使うと、あ、これノバ効果使ったらこれ、あれ、もしかしてタダ出しできる、タダ出しできるやつこれ、もしかして出てこないんかい。いや、出てこないんかい。そうなっちゃうんすか。やべえ、ちょっと普通にプレミした。やばい。やば。まあでも、まあ、一応強引に増殖する G を巻き込んでトライハード。はい、効果発動。これいけそうだな。で、ダッシュでしょ、アストラ出して、で、こいつでいいか、これでいいな。で、10枚ね、手札10枚。まあ10枚の中に回答が引かれてなければ大丈夫ですよ。で、ライフォビア効果でここ破壊、バトルフェイズ頼む頼む。オッケー、危ねえ危ねえ、危ない。ちょっとごめん、ビサバの最低してなかった。いいっすね、このね、スキアクロが3種類ぐらい来てるとマジで宇宙が巻き起こるんだけども、スキアクロデッキにおいてまあ最強という動きが一応できたりします。特殊召喚で、一旦ライヒハート、ライヒハートだかライズハートだか、アライズハートだかトライヒハートだか分かんねえよな。クリスタルハートだか、
まあ、わけわかんねえよな。ハートは北斗の剣だけにしてくれ。で、異世界ライフォビア。で、効果発動して、これビサまでいいですね。これは多分バロネスまで出ると思います。で、ビサマ出して、叩き割る。で、特殊召喚。OK。で、守備表示、どっちが先でもいいな。これね、バロネスがね、ニビルケアできないっていうのがちょっと若干めんどくさ。まあ、できなくないんだけど、まあ、別にできるはできるんだけど、そこで終わっちゃうから、なんかその、欲張るとバロネス通じてる前にニビル打たれるっていうパターンになっちゃうんですよね。まあ、ここまでいったらもう、関係ないんで、もう5回特殊がしてるんで、まあ、普通に行きますけど、まあ、チェーン切れしない限りは多分ニビルないな、これ。まあ、一応ライトハート。ライトハート効果発動で、ライフォビアも持ってくる。で、これ出すでしょ？はい。で、これは、モンスタースが足らないので、ノバ持ってくるしかなくて、で、こっからちょっと展開を、おい！あー、強いね。で、スケアクローノバ発動。ここにちなみにもう一体追加できる、レベル3が追加できるパターンだと、多分、ツインソーも構えられると思うんだけど。で、こうして、インボーク！インボーク！で、インボーカーここだぞ。で、絶対にデッキ MT としモーニングスター君。これまあ結構手札に来ちゃうんですけど、手札に来た場合は、ちなみにビサマと、ライヒハートが正義色なんで、一応手札から出せます。効果で、自分の効果でね。特殊ができるので。まあ、一応手札にしちゃっても、まあ、展開できれば出せるという。腐りはしない。ちょっとモーニング、じゃあ、モニじゃねえ、ヒロイックコールも同じような感じ。戦士族を特殊召喚できるんで、まあ一応、一回使い終わったライヒハートとか蘇生して、なんかその展開札にできるんで、死者蘇生みたいな感じで。なんで、腐りはしないっす。はい。だまあそこそこ強いかなっていう。で、コードブレイク、ウィル・ソードマン、効果発動。これが、あれですね、伝説のリンク2がリンク6になるという。これぶち壊れてるよな、これ。これ下向きのマーカー作れば、これが、下向きのリンク3のマーカー作るとこれが起きるんで、めちゃくちゃ強いですよ、これ。普通に。このね、リンク3、まあ、リンク4、なんかアポロウーサとか、スカルデッドとか、このトライヒャートみたいなマーカーの下でこれやるのめっちゃ強い。で、守備表示で、出して、ですね、これは、さっきバロネス出して、で、リンク状態になるようにしないといけないから、ここで守備表示で送って、OK。まあ、これもレッドリブートやな。で、下で、グリフォン作ると。こうすることによって、相手は、特殊召喚されたモンスターの効果を発動ができないという最強効果あるんで、グリフォン効果、レッドリブートして、まあ、レッドリブートセット。で、カードを1枚ドローがついてくる。おまけで。OK?で、トライハート効果でレベル3特殊召喚しながら次の後続を持ってきておくという感じですね。まあ、これがなかなか、まあ、一応先行、まあ、そこそこの盤面ができて、まあ、次のターンの準備ができていると。で、サタンクローズもあるという感じですね。なかなかいいデッキだと思うんですが、皆さんどうでしょうか。エンドフェーズ。参戦の際、一応、まあ、バロネスがいるとちょっと踏んじゃうことあるんですけど、グリフォンは永続効果、トライヒカートも永続効果なので、踏みません。参戦の5、参戦の際を。効果発動する効果じゃないから。クロックワークナイト！これサイバードラゴンって言われたらおしまいなんだよな。これ止めた方がいいかな、これ。メタビかな、サイドラかな。いや、これでも止めた方がいい気がするんだよな。マジでこれで使うのめっちゃもったいない気がするけど。さすがにクロックワークナイトはサイバードラゴンの裏目でかすぎるんで、まあ、ツインス終わったらまあスルーなんですけど、もう一枚やるのは聞いてないよ。やばい、サイバードラゴンだけやめて、サイバードラゴンだけ本当やめて、サイバードラゴンだけ本当にやめて。それ以外だったら何でもいい、それ以外だったら何でもいいから。メタビとかでもいい、別に。最悪レッドリボットあるし、多分返して勝てるから。いや、マジでサイドラだけやめて、お願いします、神様。はい。え、これ負け俺。マジ？マジで言ってる？あ。
説明しよう。サイバードラゴンとクロックワークナイトのコンボにより、フィールド上のすべてのモンスターを機械族にし、サイバードラゴンと相手のモンスターすべてで超融合する。そのモンスターがキメラテックフォートレスドラゴン。僕のモンスターはなすすめなく融合素材になり、墓地へ送られたのであった。ずるだろこれ。これずるだよこれ。おかしいよこいつの融合召喚条件。絶対になんだよこの理不尽な超融合。絶対におかしい。いやこれワンチャン生きるんじゃねえ。でもこれ、あ、わ、生きそうじゃねえ。これこれなんかワンチャン生きそう。ワンチャン生きる可能性ある。死にそう。いやパワーボンドはやべえ。サイバードラゴンプラスサイバードラゴンコア、あ、いくつか、4000 4700 3連打無理やんけ。希少すぎるやろ。これで4700、3連打、5500で攻撃ができるという話。オーバーロードフュージョン。お前手札が決まりすぎだろ。手札ガン決まりすぎだろ。お前仕込んでるだろ。俺を守れ、スキアクロークショトリだ。やばすぎる。助けてくれ。どうしたらいいんだ。え、こいつ絶対仕込んでるだろこれ。そんな手札っていうことある。おかしくない。仕込みじゃんこんなもん。やらせだよやらせ。